はい、皆さん、こんにちは。遠藤です。1週間経ってしまいましたが、前回、FX 必勝トレードのその1位ということで、トレンドについて、お話ししました。で、このシリーズ、毎回月、ごめんなさい、週1ぐらいでやっていこうかなと思って、その間に、ライブ入れようかなという感じなんで、よろしくお願いします。そうですね。要は皆さんが自分たちで考えて、その手法を、自分の手法を身につけて、トレードしていくためのシリーズということで、これあくまで僕が考えているやり方ですし、100%僕のやり方をお伝えできるかどうかわかんないし、僕のやり方よりもっといいやり方をやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんですよね。ただ、やっぱり最初って、真似をすることっていうのは悪いことじゃないじゃないですか。とりあえず、理解、真似してみて、少なくとも僕は、このうまいか下手かは別として、初心者の皆様より全然もう、トレード経験が長いんで、いろいろなことを知ってるってことは確かだと思うんですよね。だからそれをちょっと、真似してみて、自分に合ってるな、あるいはこれは使えそうだなと思うことは使って、あ、現状のこのやり方よりは、ユーチャルさんのやり方の方がいいな、みたいな、とか言ったらそっちを取ればいいし、そこら辺は全然、いいと思います。要するに自分で考えて自分の手法を作っていくっていうのね、これ何でも同じじゃないですか。ゴルフでも、スキーでもテニスでも、そのコーチの人のやり方を見て、あ、こんな形でやればいいんだっていう、そこに到達するためにはそれを真似ていくっていうのはね、結構重要な方法かなというふうに思います。はい、ということで、じゃあ、今回、フォーメーションということで、トレード、トレンドを捉えることが重要ですよと言って、時間軸の話をしたかと思うんですが、そのトレンドって変換するわけじゃないですか。で、転換したところで、一番その早くその次のトレンドを、理解するっていうか、トレンド変わったなっていうふうに認識して、そっちの方向にポジションを取るのが一番いいわけですよね。あるいは持ってたポジションが、ショートだったらド安値、ロングだったらド高値でリグうことって無理なんで、そこでトレンドが転換した、上昇トレンドが転換したとしたらロングをリグうし、上昇トレンドが、下降トレンドが転換したと思ったらショートをリグう。そのタイミングを知るってことは、リグのためにも非常に重要なことですよね。ですから、そこら辺をトレンドの転換っていうのを捉えるのを、時に使うのをフォーメーションっていうのが割と、有名なことですよね。で、フォーメーションっていうのは何かっていうと、このトレンドラインが、継続後に反転したり、あるいはさらに継続するのかどうか、そういうことですよね。で、これが反転して新たなトレンドを維持するなら、これはリバーサルフォーメーションって言うんですね。で、継続した場合は、コンティニューションフォーメーション。持ち合いからさらに、メイントレンドが、継続というふうに見るわけなんですが、そこの見極めって重要じゃないですか。今回上昇してきてましたよね。円安、株高が続いてきて、で、先週は調整しました。それで上昇トレンドが終わりなのかどうか、反転したのかどうか、リバーサルなのか、あるいはこれは継続してたトレンドがコンティニューエーション、まだ継続してて、持ち合いに入って次は上昇していくのかどうかっていうのを見極めることがトレードやる上では非常に重要なわけですよね。ですから、そのようにまさに今みたいな時っていうのはトレードの転換があるのかどうかっていう見極めるのに非常にいい時期でもあるんで、さっき言ったように、さっきじゃない、この前言ったように、自分のトレードする時間軸によってね、非常にそういうのって、この転換って5分足とか15分足と冷やし週足では全く出方が当然違うんで、どこでやるかっていうのは非常に重要なことなんですけど、
例えば僕なんかは2、3日ぐらいの、スイングトレードをやるんで、だから、FX とかだと15分足から4時間足ぐらいの転換を見る、そのぐらいの、スイングトレードが一番有効かなっていうふうには考えてます。ただ今回非常に、株高、円安の流れっていうのは割と長く続いてきていますよね。それが大きく転換するのかどうかっていうのは、仮にもう少し短い足でトレードしてる人たち、僕みたいに2、3日で15分足、4時間足を見てる人たちも、あるいはもっと短い1分足、5分足とかで見てる人たちにもとっても大きなトレンドを認識するっていうのは重要なわけですね。ですから先週もしわしわ週1ぐらいは見てくださいと、日足は毎日見てくださいって申し上げましたけど、要は今のメイントレンドがどっちなのか、上昇してるのか、下降してるのか、っていうのは重要なわけじゃないですか。それに対して、メイントレンドと同じ方向をやるのか、あるいはメイントレンドの中でももっと短い時間足では逆のトレンドって出るわけじゃないですか。それを、まあ、否定はしないんですけど、それを取ってもいいわけだし、もう少し安心に慎重にやるんだったら、メイントレンドの中の、逆がいったとこで、さらにメイントレンドに戻るとこにでポジションを取るとこっていうのは一番角度が高いというか安全だったりするわけですよね。ですから要は自分がトレードするのは15分足とか4時間足ですよ、あるいは1分足と5分足ですよ、でもそれのさらに上位のトレンドっていうのがどうなってるのかっていうことを見極めることっていうのも重要なわけですよね。見極めといてやる。まあ1分足とかのねトレンドってしょっちゅう変わるんで、1日のうちに何度も何度も変わるんで、ある意味その逆をやったとしてもそんなに問題なかったりもするんですけど、やっぱり15分足とか4時間足の割と2、3日とか1週間のトレンド取ろうと思うと、やっぱりメイントレンドの影響ってすごくもっと受けやすいんで、やっぱりよりその上位の足のトレンドっていうのを分かった上で、あるいはその上位の足のトレンドのポイントあたりをしっかり見極めた上で、その次の足っていうのを、次のトレードを考える戦略っていうのが、重要になってくるわけなんですね。はい。で、リバーサルフォーメーションの中にはこの5つの種類があります。まあ、ヘッド&ショルダーズ、ダブルフォーメーション、ソーサーフォーメーション、ラインフォーメーション、スパイクフォーメーションということで、まあ、ヘッド&ショルダーって結構有名なね、この3ゾーンっていう、あるいは逆3ゾーンっていうやつですね。まあ、ダブルの場合は、その3つが、ちょっとごめんなさい、先言っちゃった。その3つが2つになったものですよね。まあ、ソーサーっていうのはこう、鍋底型みたいな、じわ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 みたいな。まあ、ラインっていうのは横横、スパイクみたいな感じで、それぞれちょっと違うんですが、今回ちょっとヘッド&ショルダー、一番こう有名なヘッド&ショルダーズっていうのについてお話したいと思います。で、まあ一番有名なヘッド&ショルダーは、これまあネットに転がってて、後で見たらマネックさんのでしたけど、マネックさん一応断っておきます。マネックさんのです。で、まあ上昇してきて、こう3つの山を作って、三尊ってやつですね。日本だと三尊天井とか言いますよね。だから、ここがヘッド、頭で、ここが肩で、ヘッド&ショルダーって言うんですけど、こういう形を作って、最後、下落していく。天井をつけたなっていう形です。まあ、これね、ユーチェル社長なんか得意ですよね。ヘッド&ショルダー、ヘッド&ショルダーって言ってますし、この重要なのは、このネックラインっていうところを抜けた時が、割とわかりやすい売りサインで、そうすると、ここ、天井からネックラインまでの、抜けたら、その同じ価格だけ落ちていくっていうのが一応まあ教科書通りの動きなわけですね。で、まあ後でちょっと日経平均のチャート見ながらやりますけど、こんな綺麗な形って絶対出ないんですよ。だから、まあその中でどういうふうに、この天井、ヘッド&ショルダーズの天井を認識していくかっていう方法について、お話したいと思います。よくね、チャートの分析で、僕も今回ちょっとそれ分かりやすい日経平均をご用意したんですけど、すごくこれが分かりやすいものばっかりこう見せるチャートの評論家の方もいるけど、そんなのがね、そうそうないんですよね。だから、いかにそれを実践の中でこう
使っていくかっていうのが重要なんで、あくまでこれは教科書の理論だけなんで、まあそこら辺の使い方っていうのはご自身たちで利用して、いろいろ考えてね、いかれればいいし、今日は僕のやり方をお話しします。で、次はヘッド&ショルダーの逆、ヘッド&ショルダー、ですね、逆三尊みたいな感じで、これはまあ同じように、一度そこをつけてリバウンドするんだけど、再度、そこを作って大底をつけて、もう一度戻って、そのネックラインを上昇して抜けていくっていう形です。で、大底からネックラインの、同じ量だけこうは少なくとも上昇するというのが、逆三尊ですよね。まあこの形、そうですね、比較的そこの方が出やすいかなって気もするんですけどね。で、今回日経平均のチャートだとどっちも出てるんでね、それすごくいい例だなと思ってご用意しました。で、なかなかね、こういうふうに教科書通り出ないんですけど、一つ一つのパーツを見ても、こうやってこれがすごく逆三尊がぐしゃぐしゃとなったとしても、こういうレジスタンスになったなってるところを抜けるってことは一つのサインなんで、まあそういうところがね、すごく、別に逆三尊じゃなくても普通の中で十分通用する理論ですよね。レジスタンスになったところを抜けるので、ブレイク買いしてみましたと。で、ストップはどこに置くかって言ったら、ここの直近の安値のところに置きますみたいな、まあそういうとこもいいですよね。あるいは、一発で抜けないと思ったら、そのネックラインのところにショートを置いといて、一度落ちたら、ここで買い戻して、次また、あるいはここで、むしろロングにして、ロングにするとここの分が、儲かってるわけですから、ごめんなさい。儲かってるわけですから、ストップをね、大底まで下にしてもチャラで逃げられたりしますよね。して、ここ抜けて、まあどうするか、またここでショートを売るのか、で、売ったけど抜けちゃったとしたら、そこを買い戻すのかとか、いろいろその時その時によっていろんな戦略立てられますんで、まあそこら辺は臨機応変にやっていくってことが必要かなというふうに、思います。ドンと。で、まあ、フォーメーションとオシレーター系の組み合わせということで、今回、そのフォーメーションっていうと、そのさっき言ったように、このヘッド&ショルダーズとか逆ヘッド&ショルダーの形だけを見るんですけど、それだけだとね、やっぱりね、検証に耐えられないんですよね。ちょっと僕としては、それだけだと少し、証拠っていうか、不確実だなと思うんで、まあ、大底天井圏でオシレーター系の指標もサインを出すことが往々にしてあるんで、そういうこととの組み合わせをやると、より精度が高まるかなというふうに思っています。ということで、じゃあ具体的に、見ていきましょうということで、これ日経平均先物の1時間足をご用意しました。で、なぜ1時間足か、まあ、日足で今回大きなトレンドだったんで、日足でもいいんですけど、やっぱりね、日々見てるのって1時間足が多いと思うんで、ちょっと1時間足で作ってみました。で、まずは日経平均が、2月まで、2万2600円から2万4000円ぐらいでこう揉み合ってる時間帯が結構長くありましたよね。で、この間どっち行くか分かりませんということだったんですが、まあ、ここをヘッド&ショルダーといえば、確かにヘッド&ショルダーですよね。これもう少し大きな日足で見ると、ちょっとこれはあれですね。ごめんなさい。まあ、これなんかも割とこうヘッド&ショルダー気味といえば、1、2、3回こうつけてるんで、ここでヘッド&ショルダーをつけたという考え方もありますよね。ただこの時点では さらに上がるかどうか、もみ合いに入ってますので、ここでコンティニュアスで、さらに上昇トレンドが続くのかどうかっていうのは、この時点では分かんないわけですよね。そこをどう判断するかということですよね。まあ、ここをヘッド&ショルダーという見て、売り仕掛けのタイミングをサクッとくっていう戦略もありだったかと思います。
で、1時間足に戻しますね。ちょっとごめんなさい。1時間足だとこんなになっちゃうんで。はい。見にくくてすいません。はい、ドンとこんな感じになってます。で、要は問題は、これどこでショートを作るかなんですけど、上昇だったら、確かに2万4000円を何度も超えてダメだったんで、2万4000円付近でショートを作って、ここを完全に超えたらロング、買い戻すって言ってもいいんですけど、まあ、今回落ちてきて、やっぱりここのネックライン2万、2600円、700円あたりを抜けたところで、ショートを作ったら、それはそれで良かったんだと思います。で、これからお話しするのは、ここのね、下の、逆三尊の話なんで、で、やっぱりこの22,600円ぐらいのここが、これが、ヘッド&ショルダーだったら、ここはネックラインになってたわけじゃないですか。だから22,600円あたりを超えたとこっていうのは、ショートだったんですけど、この日、やっぱりギャップを開けてね、2月25日、これ、週明けの日なのかな、ギャップを開けちゃったんで、やっぱりここを抜けたとこっていうのはもう、ここでダウントレンドが決定ということで、ネックラインを超えたんで、ヘッド&ショルダー完成下落みたいな、形になりましたよね。で、まあ、僕が、この前もお話したかなと思うんですけど、フィボナッチリトレースメント、高値安値の戻しとか、あるいは今回はこの、この中で1、2っていう一波、下落の一波のを使ったフィボナッチエクスパンション、まあ、エリオット波動を使いながら、フィボナッチ数列を使った目標値の、目処っていうのをこのフィボナッチエクスパンションという手法というか、まあ、方法なんですけど。まあ、これトレーディングビューの中には標準装備されてるんですけど、要は1.618倍がまずここに対する目処。そうすると21,500円ぐらい。まあ、ここ一瞬止まったんだけど、やっぱりぶち抜けちゃったらそこが高値になりましたよね。その次、ターゲットが2.618倍。やっぱりその手前のところは、こう、揉み合ってこう、サポートされてますよね。ぴったりね、何事もぴったりいかないんですよ。だから大体の目処でいいと思います、このフィボナッチは。でサポートされて2.618倍が、の2万円付近がサポートされて、まあこの時もね、みんな覚えてると思うんですけど、PBR1 倍割れはねえな、みたいなことで、そこら辺は買いだって言ってたわけですよね。で、そこを抜けちゃって、やっぱり戻りもそこまでで、次は3.618倍。3.618倍も1回、2回止められましたよね。で、2回止められたけど、ドンと落ちて、そこが次レジスタンス。で、不思議でしょ？やっぱり、1.618倍、2.618倍、3.618倍って止まるかどうかわかんなくて、今回やっぱり下落圧力強かったんで止まんなかったんだけど、やっぱり一度は確実に止められてる。で、抜けたらそこがレジスタンスになるんで、そこの手前、ショート持ってたらそこの手前をリグって、そこ抜けたら再度ショートインみたいな形でいいと思うんですよね。で、大体ね、カウントの仕方にもよるんですけど、4.236倍とか4.764倍ぐらいよりさらに、相場が走るっていうのはあんまりないんですよ。だから、だいたいやっぱり3.618倍超えて4.236とか4.764の、超えたあたりっていうのはもうそろそろ危ないなーっていうのが、ここで、わかる。その時に16,640円なんだけど、まあまあ、オーバーシュートは当然あるという形ですね。で、次に、まず、さっき、逆三尊ってこういう形ですよっていうのをお見せしましたよね。これね。でもね、これ見るとき、この形だけ見ても全然ダメなんですよ。で、何が重要かっていうと、やっぱり下落してる下落トレンドっていうのがあるわけなんで、その下落トレンドを超えていったのかどうかっていうのが非常に重要なんですね。で、これで見ると、長いトレンドっていうのは2万4000円のところからこう落ちて、ここのメインの
これが下落トレンドが大きなメイントレンドじゃないですか。ですから、ここ抜けた時ってドーンと大きく、買いが加速したわけでしょ。でも、やっぱり相場っていうのは何度も上がったり下がったりを繰り返しながら、こう、落ちていくわけですよね。ここでも一度、1万8000円で止まって、2万円付近まで戻して、まあ、この局面ではここがそこだと思って人たちが買ったかもしれないけど、ここ抜けた時はやっぱりこうやって投げが出るわけでしょ。で、1万6500円止まったと思ったんだけど、またダメで、1度、2度やってマーケットは戻すわけですよね。ですから、その時のトレンドっていうのは、2番目の小さなトレンドっていうのはこれなわけですよね。このやっぱりトレンドラインを引くっていうのは、僕ね、長いね、トレンドラインってあんまり意味がないと思うんですけど、長いっていうのは、2年とか3年とか、以上とかっていうのはあんまりちょっとどうかなと思うんですけど、やっぱりこういうふうに短いところのトレンドラインっていうのは有効性があったりするわけですよね。ですから、まずここでのセットアップとしては、このトレンドラインがまだ落ちてるっていうのを一瞬抜けかけて、あ、抜けたかなみたいな、でもまだもみもみしてるなっていうところで、まずここでちょっとショートだったらやめなきゃいけないところです。なおかつ4.236倍とか4.7倍っていうところはオーバーシュートなんで、フィボナッチエクスパンションからしてもオーバーシュートですよと話をしましたよね。ですからここが、抜けかけてる。一旦ショートは手締まんなきゃいけない。で、なおかつやっぱり RSI がここのところ何度も20%切れてますけど、だんだん価格は下がってんのに、より20%より大きく落ち込んでないじゃないですか。まあ、ちょい割れ、20%付近ぐらいまであるんだけど、価格はこの時より落ちてるのに、この時 RSI は20%切ってるのに、この時は売られすぎだったのに、ここのとこっていうのは価格は1万8000から1万9000円から3000円も下なのに、RSI がそれほど突っ込んでませんよね。だんだんこの売りの圧力が減少してきたっていうのがここでわかるわけですよね。だからそういうのを見る。あと、もう一つ僕は使ってるこの DMI っていうのがあるんですけど、これの場合も、このやっぱりラインが50%とか60%くると、オーバーシュートっていうことを示すわけなんですよ。まあ、これはちょっとまた今度ゆっくりやります。で、ここのとこは、あと、ネックラインっていうのはレジスタンスなわけでしょ。だから、1万6000円台前半で揉み合ってるとこの戻り高値っていうのが1万7350円だったわけですよね。で、要するにここで揉み合ってるうちは、やっぱり、あ、そろそろどうかなっていうので、ショートを締めるっていうのはありだと思うんですけど、ロングにする必要もないと思うんですよね。ですから、ロングにするのはやっぱりここですよね。ネックラインをさっき言ったように、1回、2回、3回底をつけて、ヘッド&ショルダーつけて、ネックラインを超えた、ここっていうのはやっぱり絶好の買い場だったわけですよね。ここのネックラインを超える。ですから、下落トレンドを上抜けすることと、ネックラインを上抜けすることっていう、要は RSI とかフィボナッチを見ながら、もうそろそろかなという探りを入れた中で、下落トレンドを超えたところ。あるいプラス、まあ、早い人でこの下落トレンドを超えたところでいいですよね。で、ストップは前回のここのところより下。で、引っかかってないですよね、ここで買ってもね。で、慎重な人はここのネックラインを超えたところ、あるいは下で買ってたらここで買い増しでもいいですよね。で、結局ネックライン、このネックラインはどうなったかっていうと、一度も切れてないんですよ。やっぱりこのネックラインで超えたところ、三尊形成 RSI 反発みたいなところで変えたっていうのは非常に良かったかな。戦略としては良かったと思います。ですから、だいたい、いくつかの条件が、さっき言いましたね、フィボナッチエクスパンション、オシレーター系が下まで行ってる、レジスタンスを抜けてきた3つ、ネックラインを超えた4つ証拠があったんで、ここで買い。で、まあ、ここで買った人は、ストップ、そこってやったら引っかかってないし、で、さらにここで買い増しして、ストップは、この下に、置いてもいいですよね。したら一度も引っかからずに抜けてったんで、やっぱり今回この三尊線、ヘッド&ショルター、逆ヘッド&ショルターの、は、割とわかりやすい例だったっていうのがお分かりいただけると思いますよね。で、結局、
それで、反発していくっていう、こう流れですよね。一度もネックラインを下回らなかった。やっぱりネックライン重要なんですよね。あともう一つは、一度1万9000円まで上がって1万7600円までまた下がるんですよね。で、ここでやっぱりしばらくレンジを形成するんですけど、ここでもうネックラインを下回らなかったっていうのは重要なサインじゃないですか。で、ここで買いそびれた人は、今度はここのネックラインの手前っていうのは買って、この下でストップを置くっていう戦略もあるわけです。ネックラインね、大体マーケットって抜ける時も抜けた後も一度ではいかないんで、必ずもう一度チャンスをくれるんで、そこを生かせるかどうかって非常に重要なところではありますよね。ドンと冷やしですよね、これがね。で、その後は結局冷やしで見るとこんな形になって、一度ネックラインを超えてもう一度行くわけなんで、RSI こう見てもやっぱりここで下げ止まってますよね。で、さっき言ったこのラインがやっぱり大きな上まで行っちゃって反転を示してるんで、まあそこで上昇トレンドになったっていうのがお分かりいただけると思います。で、じゃあ上昇トレンドになったら次は何をやるかっていうと、今度さっき言ったフィボナッチエクスパンションまたやってみましょうか。エクステンションですね。まあエクステンションって言ったりエクスパンションって言ったりいろいろ呼び方あるんですけど、で、1万6000円のこの行って、一度1万9000円、7500まで行って、再度1万6000円まで行って、こう反発したわけですよね。これで計算すると、さっき言った4.764倍が2万3100円ぐらいなんですよ。どうですか？やっぱり今回の高値と一致しましたよね。どうでしょう？このフィボナッチエクステンションって非常に まあ、エクスペンパンションでもいいですけど、非常に不思議ですよね。で、1.68倍が18,420円。最初上がってレジスタンスになったところで2回、2つ目が2万円のところ。2万円のところもやっぱりこう、しばらくレジスタンスになりましたよね。3.618倍が2万1000円。まあ、これはあまり こう、あれじゃなかったですけど、やっぱりね、結構有効ですよね。だから、ここで底値をつけたと思ったら、やっぱりここちょっと計算しとく必要っていうのがあるわけですよね。で、上昇トレンドになって、今度はここでまた逆三尊を作るわけ。RSI、80超えましたよね。で、こちらも DMI も40%ぐらいまで上がってる。なおかつ、フィボナッチエクステンションが4.764倍が2万3100円と、まあ、3つ証拠が揃いましたということで、どうなりましたでしょうかというところなんですが、で、もう一つで、まあ、今落ちてますよね。その時はやっぱり底値からのリトレースメントを引いといた方がいいですよね。ここから1万6000のところから2万3100円まで行って、そうするとこれ邪魔なんで消しますね。そうすると23.6%が2万1580円でしょ。ぴったり止まりましたよね、やっぱりね。まあね、偶然ちゃ偶然なんですけど、このフィボナッチ数っていうのはね、偶然ちゃ偶然なんですけど、偶然の割にはよく当たりますよね。だから、まあ、これはね、やっぱり高値安値をつけた後は引いといた方がいいんですよね。で、1時間足見てみましょうね。今回、1万6000円台から2万3000円、まあ300円ぐらいまで上昇しました。まあターゲット4.7倍の2万3100よりちょっとオーバーしましたけど、で、1、2、3、ヘッド&ショルダーつけて、まさにネックラインを超えて下落ということで、ヘッドライン、ヘッド&ショルダー好きにはたまらない、結構、すごく教科書通りの下落になりましたよね。
で、さっき言ったように RSI とか、DMI とかフィボナッチっていうそれぞれの指標が高値圏を示していた。あと、今日は移動平均とかそういうのはお見せしなかったですけど、やっぱり移動平均の25日とか200日とかそこら辺からの乖離とかもあったんで、まあそういうのも見ていく必要っていうのはあるかと思います。で、ここで揉み合ってました。揉み合いをしてるうちはこれはコンティニュアス、要は持ち合いでさらに上昇する可能性っていうのもあるんで、この時点ではまだわかんないわけですよね。わかんないけど、やっぱりここのネックラインの22,500円を割ったとこっていうのは、やっぱり下落が加速しました。で、なおかつ、ここって、さっき言った、23.6%が21,580円なんで、まあ、そこは止まったとこですよね。そこのね、そこまで落ちたというとこです。で、ネックラインのところを抜けて、やっぱり今回、そこの手前までも戻るんですけど、22,500円は完全に抜けきれなかったということで、やっぱり今回のポイントとしては、22,500円を完全に抜けれるかどうか。で、なおかつ、ここのレジスタンスが、ラインが出てるんで、ここを完全に超えていけるか、あるいはここで下がって、もう一度21,500円をやるかというところですよね。だから、ここが、やっぱりターゲットになってきて、一応逆三尊完成なんだけど、来週以降はさてどうなるでしょうかというところですね。だから、やっぱり高値をつけたとこなんで、フィボナッチエクステンションを引いておきましょうか。そうすると1.618倍が22,140円、2.618倍が21,490円。ね、ぴったり止まってるでしょ、ここ。不思議ですよね。ここの動きの時点で、ここが決まってるわけですよ。21,500円って。で、見事にここ止まりましたよね。ですから、いわゆる、エリオットウェーブで、これを1、2、3、4、5って来るのかどうかですよね。まあ、エリオットウェーブって5波で形成しますんで、で、4波、4波が2波を超えないっていうのがあるんで、一応これは、1、2、3、4って計算っていうのは成り立ってますよね。で、そうすると次5波なんで、さらに落ちていくのかどうかですよね。で、その時のこの1波から計算した2.618倍が21,500円ぴったり止まってますよね。ね、不思議ですよね。ですから次5波来たら3.618倍の28,50円ぐらいまでこう下落するのかどうか。まあ、そこを見極める必要がある。で、来週22,500円、600円あたりを完全に抜けられるかどうかがポイントになってくるかと思います。一応逆三尊はここで形成されたという感じになりました。これは FX でも、株式でも一緒です。まあ、これ僕株式は先物でやってる。なぜ先物でやるかっていうと、指数でやると、実際、225をトレードしようと思ったら先物でしかできないじゃないですか。指数はトレードできないんで、まあオプションもありますけどね。で、先物、だから先物で僕トレードしてるんで、先物のチャートを重視するってことと、やっぱり指数だと、ギャップが空いちゃって、そこら辺うまく、先物のチャートの方がいいんですよね。だから先物を使ってますということで、まあ、来週どういう形になるか。これだから FX でも同じなんで、逆三尊の捉え方とか、RSI、DMI、あと移動平均からの乖離とか、そこら辺すべて、基本は全部同じなんで、FX でも同じです。その形になるか、なるかどうか。で、まあ、それぞれによってね、ちょっといろいろ癖もあるんだけど、基本的には僕はその RSI とこの DMI とを使いつつ、まあ、フィボナッチエクステンションとかフィボナッチリトレースメントは比較的好きですよね。だからあくまでここはね、こうなったから絶対ここまで行くってことじゃなくて、一応ここに目処があるんで、その時はもししようと思ってたら一回ここで締めてみるとか、まあそういう使い方をしますよね。そんな感じでいろいろ組み合わせて、皆さんもそういうのをいろいろ組み合わせて使ってみてください。まあそうするといろいろ気づきもあると思うし、なかなかね、こうフェッド&ショルターってそんなピチッと出ないね、形出ないんだけど、こういうようにやっぱり基本となる
天井圏であり、ネックラインを超えたところみたいなところはやっぱり仕掛けのポイントになりますので、まあ、ぜひそこは、逃さずにトレードで戻った時もやっぱりそこがね、レジスタンスになりますよね。やっぱりちゃんとそこは一発目はちゃんとそういうふうに止まるんですよね。で、問題はここを抜けるのか、もう5波となるのかどうかということなんで、来週お楽しみということで、また、お目にかかりましょう。さようなら。